ああ、痛い。狭いとやっぱり。痛い。ああ、そこー。ああ、ちょっとそれは。ご視聴ありがとうございます。リラクエアの花澤です。こんにちは。こんにちは。知らない方のために自己紹介お願いします。丹野と申します。よろしくお願いします。今日は出張の整体を始めたので、それで花澤さんに呼んでいただきました。和光市と朝霞市と新座市を中心にして、まあ、出張の強もみ専門ですねの整体をやっていきたいと思います、まあ、他の範囲なんかも要相談で希望があれば、まあ、和光市から1時間以内ぐらいで強もみがお好きな方はホームページとかですかね、はい、強もみ .com です。はい、強もみ .com の方に、はい、よろしくお願いします。お願いします。今日はじゃあ足がだるいということで、うん、そうですね。この辺大丈夫ですかね。はい、痛いですね。でも、まあ、大丈夫な範囲です。はい。あー痛い。あー腰もね、だるくなるんですよ。はい。はい、あーはい、体力が落ちてる感があって、はい、はい、その辺もね改善できればなと思いまして、はい、よろしくお願いします。強さは大丈夫ですか。はい、ああまあやりやすい強さでもうお任せします、はい、今ちょっと痛いけど多分慣れてくれば大丈夫かなって感じで、はい、はい、そこら辺が気持ちいいです。はい、凝ってます。そう、そこは気持ちいい、あんまり痛くない。はい、そこ気持ちいいですね。それ硬いですか。硬いですね。あ、上の方よりもこの辺の方が硬いかも。あ、本当ですか。こっちの方がなんか痛くは、痛みがあんまりなくて、はい、うん、それだけ良くないってことですか。痛い方がまだ、いやもうその辺は、まちまちですよ。その痛いから悪いもあるし、痛くないから悪いもあるし。まあまあね、確かに。なんとも言えないですよね。その凝ってる方が、基本的に感覚鈍くなるじゃないですか。でもなんかその、凝りすぎて神経がこう過敏に反応するというか。こともありますよね。触れないほど痛いっていう人もいますよね。あ、でも気持ちいいです。まあ一つには私がまあそうですね、だるいからもあるんですけど、はい、なんかまた花澤さんが受けてるのを見たいですっていう人もいたんで、はい、はい、お願いしました。はい。やっぱ受けるのいいですよね。そうですね、うん、気持ちいいです。自分でもよく受けてるんですけど、はい、まあ、勉強とか、うん、そういうこと一切関係なく、うん、気持ちいいですもんね、うん、リラックスできるし、うん、やっぱり癒されますよね。そうですね、人にやってもらうのっていいですよね。普段ないですからね。そうですね、足はどの辺がだるいんですか。一番辛く感じるのはふくらはぎですね。はい、もうなんかふくらはぎがだるくてだるくて。仕事でですか。いや、なんかね、家にいる時の方がなんか仕事してる時の方が調子いいんですよ。動くから。そうそうそう、多分動かないもあるし、でもリラックスするっていうか、まあ、多分こっちにいる時はある程度気が張るんで、はい、気にならないんですけど、はい、なんか、まあ、疲れるじゃないですか。お家帰ってきて、ああ疲れたって思った時に、まあ ね、その時になんかだるくなる。そうなんですよ。まあ、
と多分夕方夜の方が辛いじゃないですか、足って。うん、朝よりも、まあ、やっぱだんだんむくんでくるから、はい、あ、もう基本あれですよ、それ女性意見ですよ。あ、そうなんですか。男性あんまりそのむくみ的な感覚ないですね。あ、その疲れとかはありますけど、はいはいはい、むくんでるなみたいな感覚ないですよ。あ、そうなんですね。まあ、私もちょっとそういうその辺が女性っぽくて、はい、なんか朝よりもやっぱ夕方とか夜に足のむくみだるさをすごく感じるんですよ。はい、でもそういう時はなんか結構、まあ、揉んだりとか、なんか自分で、まあ、マッサージ機とかもあるんで、はい、やったりするんですけど、はい、やっぱり人にやってもらうみたいに気持ちよくないというか、劇的には良くならないっていうか、うん、まあ狙いがね。そうですね。ありがとうございます。ふくらはぎ、私結構痛く感じやすいんですよ。はい。だから上手な人じゃないと、はい、なんか入り方が急だったりすると痛いんですよね。あとあれですね、そのこれ結構幅を広く当ててるんですけど、はい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 、はい、狭いとね。これ狭いとやっぱり痛い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 。そう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 。でもそれ結構やられる。あの多いです。多いですよね。多いです。ふくらはぎはね、狭く当てないでほしい。割とその広くやらないと、うん、多分表面の痛みなんですよね。そうなんですよ。皮膚とか脂肪とか。そうそうそう、なんかそれを効いてる痛みじゃなくて、うん、そうです本当に、うん、なんかあざができそうな、ダメな痛みっていう、そう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 、単純になんか攻撃されてる痛みみたいな。まあこのそうか、じゃあ私弱いわけではないですね、ふくらはぎ。弱くないですよ。弱くないですよね。そう、なんか押し方が悪いんですよね。多分そうです。あの痛いのって結構そうなんですよね。ちゃんとこの筋肉に入ってて割と強く押されても意外と大丈夫なんですよ。大丈夫です。当て方が良ければね。うん、ただそれがこう表面で痛いってなっちゃうんで、多分その痛くて受けられない人とか、その、うん、受けるの嫌いな人とか、多分下手な人に当たっちゃってる可能性はありますよね。まあ、本当に弱い人もいますけど、いますけど、その本当に弱い人って何百人に一人ですからね。めったにいないですよね。はい、基本は、まあ、押し方上手ければ結構いないと受けられます。痛くないですよね。そういう誤解とかいろいろありますよね。ありますね。うん、多分強もみ悪い説は、まあ、そうなんですよ。それを受けてると思う。無駄な強みというか、そうただでさえ痛いんだからみたいな、そう、下手なのを受けちゃうとそういうふうに勘違いしてるので、そんなの悪いってなりますね。まあ強さ的にこう、なんでしょうね、過剰なんですよね。低カットでね。痛い。こういうとこどうですか。でもなんか聞きますね。響く。変な痛みじゃない。痛いけど、あ、凝ってるから痛いなみたいな。はい。捉えられてる痛さですね。こういうの。はい。痛いけど、なんか悪くない。効いてる痛みって感じですね。ああ、そこそれは、ああ、ちょっとそれは。はい、ああ、でもなんか楽になりますね。あ、筋肉が分かりますね、はい、なんかやってもらうことによって、まあ、そうですね、具体的になんか、ああそれかっていう、なんかその硬さとか形が、はい、なんか具体的にイメージできる、うんうん、表面の痛さじゃないから、まあそうですね、その筋肉が動いてる感じとかも分かりますね。いいですね、気持ちいいです。ああ、丹野さんうまいですよね。ありがとうございます。いや、なんかその、うん、強もみを歌うと強もみしかやらないみたいに思われがちだけど、まあ、ニュアンス的には、強もみもできるんですよね。そうそうそう、そうなんですよ、
強いところは強く、弱いところは弱くやってるんで、うん、全身強くやるわけではないです。ないですよ。それってただのなんか、なんかそうなっちゃったらね、なんか誇れないですよね。うん、それはセンサーの調節ができてない人ですからね。やっぱりその、それでも苦痛な人も出てくるから、まあ、その人を避けるために強もみ専門ですって言ってるだけの話なんで。なるほどね。はい。でもこの場合なんて大体の人が受けれますよね。そんなになんか特殊な感じは全然しないですけどね。いや、そうでもないですよ。あ、本当に、うん、このぐらいだと。いや、私結構慣れてるからなんですかね、受けてるから。まあ、そうかもしれないです。うん、このぐらいだと、もう痛がる方多いかも。うん、自分は、やっぱり、はい、その下手な人の痛み、あるいは、あ、もうやめてほしいっていう痛みと、はい、痛いけど、あ、効いてんだなとか、これは自分が悪いんだなっていうのが分かる、納得してる痛みは、全然別物で、はい、後者の痛みに関しては後からは痛くないだろうなとかも分かるので、うん、うん、別にそんな耐え難いっていうのないですね。気持ちいいです。ああ、気持ちいいですね。いいですね。ありがとうございます。やった。なんかみんななんか、だから受けてから言ってほしいですよね。あの、見ただけで文句言わないで。いや、でも逆にあれですよ、その。ああ、そこ痛い。あの、はい、最初から。うん、文句言う人は、うん、あのこっちも会いたくない、うん、そうですね。だから逆にネットの中だけで文句言ってる分には、うん、なんか受けに来るよりはマシです。逆にそこをシャットアウトする意味もあるんで。あ、うん、全くそれ私もあります。一緒です。あのもう、まあ、おかげさまでもう本当にもう予約取りづらくなってるので。まあ本当受けたい人がもうメールとかで、はい、ま、なんかもうちょっと取れないんですけど、この日どうにかなりませんかとか、うん、なんかそういう気持ちがある人を入れたいじゃないですか。まあそうですね。はい。こっちなんかその別に埋まってなくても、うん、あのそういう人会いたくないんで。まあそうですね。やっぱ正直そういう人って効果も薄いですからね。まあ最初から疑ってますからね。そう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 。だから多分その、うん、どうせ最初から認めないぞって言って来てるわけじゃないですか。そうですね。多分どんなにうまくやってもダメです、うん、そうですね。お互い気分悪いですしね、うん、だからそんなお互いどうせダメだっていうの分かりきってて、うん、受けてもらってもね、そうですね、時間の無駄だし。そうですね。だったらその自分じゃないとダメだっていう人に時間使いたいですよね、うん、ですよね、ですよね。そうですね。左の方が、はい、痛み強かったですね。あ、そうですか。うん、右が逆に鈍くなってるんですかね。うん、右の方が硬いですか。こっちの方が硬いです。そうなんだ。じゃ左の方が多分神経が生きてるのかもしれない。右の方が全体的に硬い。あ、そうなんだ。右の方が、はい、痛いけど、なんかさっきみたいに痛いっていうのが少ない。うん、響く感じがない。ああ、そうかもしれない。多分それ圧が奥まで届いてないからですね、はい、ああ、表面で止まっちゃってるんですね。はい、だから多分そこまで響いてないんだと思います。ああ、まあ、これがほぐれてくると多分中まで、はいはいはい、圧が通るようになってくるんで。そうですね。そうすると多分また感じ方も違いますね。ああ、そこ気持ちいい。なんかお尻の上の方よりも真ん中あたりから、はい、下の方とかが気持ちいい、うん、ああ気持ちいいですね。ここはすごい気持ちいいです。はい。